こんにちは。運命サモンがあと8体です。本来ならば割安な、30回サモンしたいんですけれども、運命サモンも考えて10回ならできるんでやりたいなぁと。ジラック。これおかしいですよね。マナスピード普通で、365% ダメージで、隕石フィエンド。マナを奪い続ける。相手の回復役って端っこに置かないですよね。ということは、効率的に3体フィエンドを貼り付けれる。で、回復役を止めたら、このフィエンドって剥がせないですよね。って考えると、ぶっ壊れ性能に見えるんですけど、いかがですか？はい、では、10連ですけど、いきまーす。ですよね。はい、というわけで、これで、フリックをもらいます。ここで10連しないです。はい、ありがとうございました。